ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、戦国時代の人口ってどのくらいか考えたことあるか？え、どのくらいかしら？全然見当がつかないけど、5000万人くらいかしら？お、いいところついてきたな。え、当たったの？そうだな、約1200万人だ。なんだ全然違うじゃないの。ははは、ごめんごめん。この時代、各地の戦国大名たちが自分の領土を広げるため、様々な合戦を繰り広げていた。貴重な人的資源だから、なるべく平和損したくないもの。だが、合戦は次第に大規模となり、多くの人々が犠牲になることも少なくはなかった。というわけで、今日は戦国時代の合戦、特に戦死者の多かった合戦を紹介するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは天下分け目の戦いと呼ばれる関ヶ原の合戦だ。この戦いだが、一つの戦場に動員された兵数としては破格の多さだったんだ。へえ、どのくらいなの？諸説あるが、東軍8万8000人、西軍8万3000人が関ヶ原一帯に布陣したと言われている。数字だけ聞いてもどのくらい大人数なのか全く想像がつかないわ。現在、日本で一番収容人数が多い施設が新国立競技場の8万人なんだ。だから、その倍以上だろうか。とにかくものすごい大人数だったってことね。そうなんだ。このところ新説なども唱えられていて、まだまだ研究の余地がある合戦なんだが、今日は、通説に基づいて解説していくぞ。合戦の動員された兵数同様、戦死者数についても諸説あるんだが、旧帝国陸軍編纂の日本戦史、関ヶ原駅では戦死者数は8000人余りとなっている。実際に戦った兵力が西軍3万5500人に対して、東軍4万5000人、裏切った西軍2万人ほどなので、この戦死者数8000人は妥当な数字だと思われる。また一説には東軍が討ち取った首は3万2600余りだったのに対し、東軍の死者は4000に満たなかったという記録もある。え？一体どういうことなの？これは江戸時代に書かれたもので、家康の功績を古代に表現したものと考えられる。数自体を鵜呑みにすることはできないわね。さらに東西両軍で死者数1万2000人という記録もあり、本当に様々なんだ。本当のところ、正確な戦死者数はわからない。それは現在の戦争のように、戦死者の遺体を全部回収して埋葬するといったことが行われていなかったからだ。もちろん名のある武将に関しては首実験などで確認されるから数は残るが、増量などは戦場にそのまま放置され、野ざらしにされるのが普通だったんだ。え？じゃあそのまま放置されたまんまだったの？いやいや、戦いが終わった後、野ざらしになっている遺体を集めて2つの首塚を建てたんだ。この首塚を建てたのは、この地の領主であった竹中重門という人物で、豊臣秀吉の軍師として知られる竹中半兵衛重治の息子にあたるんだ。これは徳川家康が、戦場に転がる遺体を集め、供養塔を建てるようにと渡し命じたからだそうだ。そうだったのね。また、関ヶ原の丘街道から脇に入った森の中には小さな石で作られた一石五輪塔が並んでいる。それは何のためなの？この頃、徳川の世で堂々と西軍の武将を弔うことがはばかられたため、遺族がこっそりとふるさとの石を持ってきて建てたものだと言われている。それにしても、合戦参加人数の割に戦死者がそれほど多くないのはなぜかしら？それは両軍が布陣した状況によるものだな。もし通説を念頭に入れるならば、当時は二つの地域に分かれて布陣していた。徳川家康が最初に本陣を置いた桃配山から西軍主力が布陣した西エリア、そして南宮山一帯に陣を置いた西軍と、それを牽制する東軍所帯が配置された東エリアだ。実際に戦ったのは西エリアの部隊だけだから、東エリアにいる部隊が動くことはなかった。また西軍で死力を尽くして戦った部隊は半数以下に過ぎず、戦線が崩壊するとさっさと逃げ出した。新説についても同様のことが言えるであろう。西軍主力は山中という狭いエリアに固まっていたが、突出しすぎた大谷隊が壊滅する屋敷が崩壊し、たった2時間ほどで総崩れになったという。これも西軍が逃げ出したことで、あっさりと勝敗がついたんだ。関ヶ原での戦死者が少なかったのは、西軍の士気がとにかく低かったってことなのね。そういうことだな。越後の言うこと上杉謙信、そして甲斐の虎こと武田信玄。この二人は5度にわたって激突したんだが、その中でも最も大きな戦いとなったのが、永禄4年、1561年に行われた第四次川中島の戦い。江戸時代に書かれた浮世絵の武者絵のほとんどがこの合戦を取り上げているんだ。それほど大きな戦いだったってことなのね。そうなんだ。この第四次川中島の戦いは八幡原の戦いとも呼ばれているんだぜ。第三次川中島の戦いの後、将軍足利義輝の仲介により、謙信と信玄は和睦となった。
だが、謙信が関東へ出陣している隙をついて信玄が動き出すんだ。越後国境へ兵を進め、あからさまな軍事的プレッシャーを与えた。謙信はやむなく関東を引き払って帰国し、邪魔な信玄を追い払うべく、川中島へと兵を進める。一方、謙信の出陣を知った信玄も、2万の兵を率いて海津城へ入ったんだ。この動きを見た謙信は、なぜか不利になることを承知で善光寺に5000の兵を残し、自ら1万3000を率いて、西条山へ布陣した。この行動が、後に効果を発揮したんだ。ちなみに、この戦いの確かな記録が存在しないため、ここからの話は光陵軍艦を元とするぜ。まず、この川中島の戦いで有名なのが、武田軍の木月戦法なんだ。木月戦法って何？木月戦法とは、木月がくちばしで獲物の潜む木を叩き、驚いて飛び出してきたところを捕まえることから命名された。ということは、山に入る上杉軍をつついて平野に追い込み、そこを待ち伏せて勝つという作戦だ。なるほどね、考えたわね。常に慎重な信玄が決断したんだから、かなり成功する可能性の高い作戦だったのだろう。そして、いきなり決戦を仕掛けてくるとは謙信も考えないだろうという読みもあったんだと思う。だが結局、失敗に終わるんだ。え？なんで？謙信は海津城の動きを冷静に監視していて、いつもより炊飯の煙が多いことから、信玄が動くことを察知していた。夜のうちに謙信は西条山を静かに下山し、千曲川を渡り、信玄よりも早く八幡原に布陣した。あちゃあバレバレだったってことね。そうなんだ。こうして、謙信と信玄の主力同士が初めて全面衝突する川中島の戦いが幕を開ける。ドキドキしてきたわ。早朝、八幡原は濃霧に包まれていた。敵が来ると覚悟して布陣していた謙信と、夜襲を受けて慌てふためく謙信が下山してくるのを待とうと構えていた信玄では、心構えが違う。夜が明け、濃霧が晴れると、そこにいるはずのない謙信の主力が現れたのだから、信玄もかなり驚いたことだろう。敵を見るや打ちかかっていき、戦場は大混乱となった。劣勢になった武田軍は多くの武将や兵を失い、一時は信玄の身も危うかったほど。しかし、信玄の別動隊が到着したことで攻守が入れ替わる。ハサミ撃ちってこと？ああ、そうだ。強撃される形となった上杉軍はかなり苦戦し、ついに長居は無用と判断した謙信が撤退を指示した。ところが武田軍の勢いは止まらず、優勢なのに乗じて攻撃を開始。もちろん、撤退戦は多大な犠牲を伴うものだ。上杉軍の将兵は、次々に討ち死にを重ねていった。ということは、かなり深くまで信玄の本陣は攻め込まれていたということね。そうだな。そして、このまま犀川を渡りきれずに壊滅か？と思われた時、謙信が善光寺に残した兵が動き出した。それはなぜ？本軍の撤退を支援するためだ。また旭山城からも上杉の士兵が山を駆け下りて、これに加わった。新手の上杉軍が現れたことで追撃は鈍り、ついに信玄は犀川を渡ることを断念した。前半は謙信が優勢、後半は信玄が優勢ということで決着はついていない。引き分けってことかしら？だが、信玄も謙信も自分の大将を宣言したようだ。あら、そうなのね。この戦いは、まだ鉄砲が戦いの主力ではなかったのだが両軍合わせて8000の戦死者があったとされている。そう考えると、いかに激戦だったのかが伺えるわね。そうだな。さあさあ、続いては日本三大奇襲戦の一つ、川越城の戦いだ。戦国時代の英雄は、時として絶体絶命の窮地に陥りそこから死力を尽くして奇跡の大逆転を起こすもの。伊勢総帥以来、関東を席巻した小田原北条氏だが、特に戦上手として知られるのは北条氏康だ。この北条氏康もまた、信じられないような戦いをして勝利をつかんだ。氏康が家督を継いだ4年後、人生最大のピンチを迎えていた。どんなピンチなの？当時の北条氏は四方を敵に囲まれていた。駿河国での今川氏との争いをはじめ、今川と手を組んだ武田氏とも争っていた。一方で武蔵国では旧来から関東管領を務める山内氏、相模国守護の扇ヶ谷津氏の両上杉氏と争っていた。さらに上総の国では里見氏とも対峙していて、かなり厳しい情勢の中での家督相続だったと言える。そんなに大変だったのね。そんな中、駿河で今川義元と対陣中だった氏康は、両上杉氏が挙兵して武蔵の要衝、川越城を囲んだという知らせを受けた。このまま川越城を見殺しにすれば、武蔵全域を失うことになり、やがて小田原城すら危機にさらされる。絶体絶命じゃないの。そんな氏康に手を差し伸べたのが、甲斐の若き当主、武田晴信だった。今川との停戦を斡旋し、川越城を救うチャンスを与えたんだ。ちなみにこの武田晴信だが、後の武田信玄だ。晴信にしても、恩を売っておきたい思いはあったのだろう。それはなぜ？
何せ背後を気にすることなく信濃攻略に専念したいからな。こうして氏康は陣を引き払い、川越城を救援するべく東へ向かった。そもそも、どうしてこの合戦が起きたの？鎌倉街道がある上に、水運にも強かった川越は、当時水陸の交通の要衝として機能していたんだ。そのため、物資や情報などが集まりやすく、政治においてもとても重要な拠点であると考えられていた。なるほどね。話を戻そう。氏康が川越城に援軍を送ったんだが、その数8000人。対して、相手は8万人。全く足りてないじゃないの。川越城は、蟻が這い出る隙間もないほど包囲される。氏康は今すぐ助けたいものの、10倍の敵が相手ではそうもいかない。そもそも氏康の軍は、なぜかろくに戦おうとしなかった。連合包囲軍が攻撃を仕掛けても、氏康軍は逃げるばかり。そして連合包囲軍は勝利を確信したんだ。やる気ないわね、そんなので大丈夫なの？まあまあ、聞いてくれ。それから半年後、さすがに連合包囲軍はグダグダな空気になっていた。まあ、そうなっちゃうわよね。実は、これは氏康の作戦通りの展開だったんだ。え、どういうこと？ついに頃合いと見た氏康は打って出たんだ。まず、味方を4つに分け、音を立てないよう鎧や兜などを脱がせた。さらに、月の出ない闇夜を選んで一気に夜襲を仕掛けたんだ。油断しきっている敵は大混乱に陥り、名のある武将が次々に撃たれていった。結果的に両上杉軍は惨憺たる敗北を喫し、夜が明ける頃には数えきれないほどの戦死者が転がっていたと言われている。扇ヶ谷の当主、上杉友貞はじめ、長野義成、本間近江の神、難波田成重、倉賀の幸政といった、大将クラスが軒並み命を落とし、戦死者は1万3000人に及んだという。そんなにたくさん、これだけ多くの戦死者を出した要因についてだが、やはり北条軍の士気が高かった以上に、両上杉軍はすでに戦うことに関して、やる気がなくなっていたことが挙げられるだろう。そしてこの戦いは、約1年間に及んだ包囲戦だったから、諸将は留守にしている領地が気にかかり、次第に戦いどころではなくなっていった。というのが士気を下げる一番の原因だったはずだ。さらに、闇夜の奇襲が混乱に拍車をかけた。おそらく同士討ちもあちこちで起こったことだろう。こうして大敗北を喫し、貴重な人的資源すら失った上杉氏は没落していき、いよいよ北条氏が関東を単に覇を唱えていったんだ。そして氏康は後に無敗の最強武将と呼ばれた。氏康の作戦にはびっくりだわ。もはや通説ではなく、新説が主流となった合戦が長篠の戦いだ。従来は鉄砲の三段撃ちと火騎馬隊が突っ込んで敗北を喫したといった説が常識だったが、現在では武田軍による陣地攻略戦が真相だったとされている。この戦いが起こった理由は何かあるの？この長篠の戦いは、武田軍と織田軍との戦のことを指し、天下統一のきっかけとなる大きな出来事なんだ。そして、織田信長と将軍の不仲が元となったんだ。長篠の戦いが起きる前、武田と織田は友好関係にあった。だが、織田と当時の将軍の関係が悪化。将軍は、織田を懲らしめようとし、武田はそれに応えた。そして将軍側についた武田が、織田と良い関係を築いていた徳川の時を攻め入ったんだ。なるほどね。とはいえ織田、徳川軍が持つ最新の武器である大量の鉄砲が勝敗を分けたことは疑いなく、豊富な火力によって武田軍は圧倒された。しかし、武田軍は何も武器を持たず敵陣に突っ込んだのか？となると話は違うんだ。とても気になるわ。実は、武田軍もそれなりの鉄砲隊を引き連れていて、戦場では凄まじい銃撃戦が展開されていた。打ち合いってことね。ところがどっこい、両者が持つ弾薬の性能と量がまるで違っていたんだ。なんですって？織田、徳川軍には豊富な弾薬があり、特に銃弾は海外製の鉛を用いたもので、直進性に優れていたそうだ。これは当時の南蛮貿易に裏打ちされたものだった。武田鉄砲隊はどうなの？ああ、常に弾薬不足に苦しんでいた。あちゃー、良質な鉛が入手できないことで、盆章や貨幣を潰してまで青銅製の銃弾を作っていた。それじゃあ、鉛の銃弾には勝てないわね。そうだな。こうした差がありながらも、武田軍は奮闘したんだ。敵の重心陣地へ集中射撃を浴びせてこじ開け、さらに銃撃を繰り返した。ところが、限られた弾薬しか持ち合わせていない武田軍は、ついに玉切れを起こすんだ。え？どうなっちゃうの？もう人海戦術に頼るしかないよな。とにかく、犠牲を顧みずに敵陣を目指し、倒されても立ち向かっていった。頑張って、負けないで。だが、兵士の数で圧倒的に劣っている武田軍にとって損害を度外視することは、敗北を意味するんだ。ついに攻勢限界点を迎えたことで戦線が崩壊していく。例えば、1000人の兵が半分に減るだけで壊滅とされているから、もはや攻める力がないも同然だった。
やがて武田勝頼から撤退の命令が下るのだが、ここで武田軍の士気は崩れ去ってしまう。我先に逃げ出す者の、踏みとどまって戦う者は一部のみ。そこへ敵がさらに追撃してきたんだ。悲しいわ。武田軍は多大な損害を被り、撤退戦だけで7000もの戦死者を出した。一方、織田、徳川軍も、大勝利を収めながら6000人に及ぶ戦死者を出した。え、それってすごくない?そうだぜ。劣勢にもかかわらず果敢に立ち向かった、武田鉄砲隊によるものだ。ただ、織田軍鉄砲隊に銃撃だけでなく、豊富に用意された弾薬に圧倒され、全く途切れることのない弾幕にさらされ敗退したのだろう。決して鉄砲を軽く見てたわけじゃないのね。ああ、そうだ。想像を超える質と量で圧倒されたんだ。よし、じゃあ最後を飾るのはこの合戦だ。慶長20年、1615年4月、戦国乱世の最後を飾る未曾有の決戦が起こった。大阪夏の陣ね。正解。豊臣軍5万余りに対し、幕府軍はおよそ15万。またまた不利な人数じゃないの。これが最終決戦だと分かっている双方は、士気も高かったことだろう。戦いは真田信繁や毛利政長の壮烈な突撃もあり、当初は豊臣軍が押しまくる展開となった。この真田信繁とは、後の真田幸村のことだ。豊臣軍は、郡山城の戦いで大野春房隊が大和郡山城を落とし、兵器の供給や修理など徳川軍の総合的な軍事業務を行う基地だった境を焼き打ちにした。この時点で幕府軍の戦死者は増大し、本多忠友や小笠原秀政といった名のある大名も討ち死にしている。少ないのに、すごいじゃない。押しまくっていた豊臣軍だが、やはり数で劣勢だったため攻勢は鈍っていき、ついに体勢を立て直した、幕府軍は押し返すことに成功したんだ。逆転しちゃったのね。ああ、そうなんだ。大阪城へ下がっていく豊臣軍に対し、勝ち誇る幕府軍は凄まじい勢いで追い打ちをかけた。さらに豊臣軍にとって衝撃だったのは、大阪城から火の手が上がったことだ。え?燃やされちゃったの?ああ。豊臣のシンボルといえる天守が焼け落ちていく様は、まさしく豊臣の終焉を印象付けたことだろう。こうなると大阪城に泊まることもできず、豊臣方の将兵たちは北や東を指して落ち延びるしかない。そして、幕府軍はこれに乗じて攻撃を仕掛け、それによって豊臣方の多くが討ち取られ一気に決着がつく。その後、京や伏見にまで落ち武者狩りの手が伸び、多くの者が命を落としたそうだ。これにより戦国の世に終止符が打たれ、徳川幕府による約260年の天下太平の世を迎えることとなった。ちなみに、長沢聞書という記録では、この時2万近い兵が首を取られたと記されている。2万も。また、大久保彦左衛門が記した三河物語の中ではこのように語られている。大阪城にこもった衆の多くは、具足を脱ぎ捨てて裸になり、女性と共に逃げ散った。また捕まった女性は、遥か欧州にまで売られたという。幕府軍の将兵による乱暴取りが吹き荒れたんだ。大阪城だけじゃなく、民衆までが犠牲となったのね。男は敗残兵と間違えられて首を取られ、女性たちは戦利品として売買された。ひどい。庶民を含めた犠牲者は10万人を数えるとされているが、もっと多かったという説もある。何の罪もない庶民まで犠牲になるなんて、現在の価値観で推し量ることは難しいが、戦いの陰で庶民が犠牲になるのは今も昔も変わらないんだな。いずれにしても大阪夏の陣は最大の規模であり、最大の戦死者を出した戦いだったんだ。心が痛いわ。そういえば、戦死者たちの供養は当時どうしてたの?おそらくだが、野生動物が死体処理をしてくれたと想像できる。実際、合戦の後の戦場をカラスが徘徊している様子が、当時の手紙で描写されている例があったそうだ。へえ、そうなのね。また、地元の僧侶が穴を掘って死体を埋め、供養したという例もあった。今日は5つの合戦と、その戦死者数を知ることができたけど、合戦って、兵士が入り乱れて戦うイメージだから死ぬ確率がとても高そうなイメージだったのが、ある程度死なない人がいた合戦があったことには驚いたわ。合戦の最中だけでなく、その後のことに着目してみたりすると、意外な事実が分かって面白いな。こうやって知られざる歴史を知ることで、今の環境に感謝することもできるしね。これからも、たくさん知られざる歴史を解き明かしていこうな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。